day moments are the important moments that connect us. 急な小屋。皆さんこんばんは。8月6日火曜日午後10時になりました。沖縄県宜野湾市にある FM 宜野湾から FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM 名古屋にあるダンサースタジオから急名古屋お送りいたします。王子ね、ここ最近ね、もう汗がね止まらないんですよね。でちょっとねクーラーがあの緩めについてるところでもう汗が出るってことは、もしかしたらこれあの男性の更年期障害と思うぐらい、ね、汗が出ています。滑り王子マスクマンでございます。はい、くもじのラジオ局でメールを出したらラジオネームミニクソニコミスキーって呼ばれて、またなんか別名が増えてしまったミソニコミスキーと。実はですね、私今日もですね、家から出ずですね、ずっと在宅ワークしてたんですね。で、まあ、在宅ワークしてるとですね、テレビが見れるんですよ。漏れなく。で、まあ、テレビを見てて、まあ、オリンピックの何ですかね、再放送みたいなのをやってるんですけども、まあ、私思ったのが、まあ、この再放送でオリンピック十分楽しめて夜中に見なくても済むなと思ったダンサーズでございます。まあね、でも本当にそうだよね、見れるもんね。でもね、リアルタイムで見ちゃうんだよね。ドキドキしながら見ちゃう ね、はいはい。こんな3人がお届けします今夜のテーマは洗濯。今夜のテーマは洗濯です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM 宜野湾で検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM 宜野湾で検索してください。本日は電話ゲストコーナーがあります。沖縄県那覇市首里鳥堀にあります中村聖華さん代表中村森高さんです。22時13分頃からとなります。名古屋は栄養コーナー22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんですグランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワーク部サイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田おやつと軽食の店夢屋、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、貿易コンサルタント海外引っ越し取引代行は名古屋港区JTA、 ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、個人スポンサーさんです真っ赤なメルセデスさん、本日から新しいスポンサー様、名古屋港区 JTA さんをよろしくお願いいたします。こちらの提供でお送りいたします。キユナ名古屋。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-
0 3 8 9 7 8 1 7、東海協和まで。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182、 またはコンビニ社労士で検索。相続対策は万全ですか？税理士法人ベスタックスは、財産カウンセリングにおいて相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。大切な家族と争わないために、事前の準備から相続の発生後まで、信頼できる相談相手として全力でサポートいたします。相続、税金、手続きなど少しでも不安な皆様、ぜひ経験豊富なベスタックスにご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、 またはベスタックス相続で検索。キウナ名古屋。ツイキャス、たくさんありがとうございます。ありがとうございます。名田敷さん、こんばん。名古屋、名古屋。高保さん、こんばんは。はい、こんばんは。埼玉の郷さん、ダンサーズさん、みそさん、マスクちゃん、こんばんは。こんばんは。で、沖縄大敷さんは、ツイキャスとリスラジから同時視聴 NOW。 ありがとうございます。で、ツインクルちゃん、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。で、沖縄大敷さん、汗出まくりかいって、あ、王子のことかな。はい、だよね。でね、カープボーイさん、みそにこみすきさん、ダンサーさん、ひげを剃ってもヤクミツルさん、うん、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。今日は雨降って少しずつ涼しくなったかなと思いきや、キアヌリーブスかな、うん、湿気がすごくて蒸し暑くなってきたりして、第1回選択希望選手、読売桑田真澄18歳投手。これ BL 学園になってるけど、 BL 学園、 PL 学園のかな、うん、でもなんか BL っていう意味があるんでしょうね。意味があるのかな、うん、はい、ね、そう思いきやこのね、沖縄崎さんが別名って、うん、そうなんですよ。なんかラジオネームが増えちゃった。あ、そういうことね、はい、高保さん、在宅ワークワーク、うん、ダンサーのことかな、うん、で、王子には最も適したテーマですねっていうことで選択ですね。で、岐阜の9人のバーバーさん、キウ名古屋の皆さん、こんばんは。毎日暑いですね。車の温度計40度が続いてます。溶けそうです。暑い、岐阜も暑いですからね。名古屋より暑い時結構ありますよね。だから汗ばんじゃうんだよね、車の中にいてもね。岐阜の話だよ。いや、だからもう岐阜も名古屋も一緒ですよ。もう、まあ、暑いですね。暑いんですよ。はい、FMJG 新地さん、こんばんは。間に合いました。はい、こんばんは。ありがとうございます。FMJG 新地さんは、当番組のスポンサーでございます、はい、ありがとうございます。高保さん、心を洗って滑らず。それ誰のこと？おで、ワッチーさん、皆さんこんばんは。こんばんは。今夜も相変わらず暑いね、はい、暑いですね。洗濯に関しては最近コインランドリーオンリーです。おお、コインランドリーだけで、うん、なるほど。で、大城智也さん、ご無沙汰しております。こんばんは、はい、最近からスマホを使えるようになりました。おー、よかったよかった。あ、すごい、スマホも使えていいですね。はい、はい、うん、で、カーフボーイさん、オリンピックは今水泳の飛び込みやってるよっていうことで、あ、うんうん、はい、で、沖縄大好きさんがね、新しいスポンサーさん、 JTA さん、おー、おめでとうございますということでね。そうですね、うん、この後の名古屋営業で、はい、少しお話ししようと思います、はい、ということで、はい、メールお願いします。はい、はい、メールご紹介します、はい、ラルフさんからです。はい、ありがとうございます。テーマ選択、歯科医院に勤務していた私、実は歯磨き粉でいろいろ選択できるんですよ。歯磨き粉といえば歯をきれいにするためのものではなくて、はい、その歯の汚れを落とすパワーは身の回りのものをきれいにしますよ、うん、また結構この強力なんですね、うん、
例えばスニーカーのラバーや T シャツの黄ばみなどいろいろ試してみては。こっからがすごいんだよね、はい、あ、王子洗濯物下着盗まれて話題がなくてすみませんってiPhone から送信ってあのね、うん、王子のね、はい、宮殿もね、はい、もう何十年か前にですね、はい、まあ羊と言われてるね、小さいねあのお子たちがいたんですね、はい、うん、水着がね、2階に盗まれてまして。あら、うん、どこで。あのお庭のね、あの、まあ、1階、うん、1階にね干してあったんですけど、はい、うん、あのそれもですね、もうマニアの方ですね、はあ、うん、あの水着ですよ、あの、はい、スクール水着、はいはい、うん、これをね2階やられてまして、はい、ただね、あのワンちゃん飼ってて、で外犬だったもんですから、うん、はいはい、ワンワン吠えるのかなと思ったんですけども、うんうん、あの1回だけはワンっていうのは聞こえたことがあったんですけど、うん、まさかね、下着を持っていったかっていうふうには思わなかったですけども、うん、それあれじゃないですか、犬外にいるんですよね、うん、あ、うん、餌あげたんじゃないですか、うん、なんかそういう可能性もあるんですよ。あ、なるほど ね、あのね、あのご丁寧にそのハンガーがね、はい、ピンって上向いてたの、うん、取った時にこう跳ね上がるじゃないですか、うん、そんな感じで、うん、あのねやられてまして、だから2回ね、うん、あのねポリスも2回来てねお話ししましたけども、うん、別にその後何にもね、後日談は何もございませんけども。あなたにポリスは用事なかったの。用事にはなかったね、うんうん、ちょっとまあいろんなことで炙り出されるかなと思ったんですけど。あ、それは炙り出しちゃいけません、うん、そこはあの炙っちゃいけませんよでもやっぱりスクール水着お好きな方っていらっしゃるんですね、うんうん、だからね、ちらっとね昼中ね、うん、なんか偵察してたようなね、うん、30代前半ぐらいの人が、うん、うろちょろしてたよっていうのは聞いたことあったんですね、うんうん、だからまあもしかしたらその、うん、ね、方なのかなっていうふうには思うだけのことですけども、うん、でも分からないですもん ね、 からないですもんね。たまたま通りがかりにするか分からないですね、うん、それもね、2回やられましたんで、うん、もう目つけられたかなっていうね、はい、はい、うん、そんなふうでございました。なんかこんな話題でなんですけれども、うん、うん、はい、CM の後は電話ゲストコーナーです。そうですね、はい、とっても楽しいお話になると思います。はい、はい、中村製菓、はい、さんですね、はい、はい、中村さん登場です。登場です。キウナ名古屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋はあなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。リラクゼーションのゴミはお客様に合わせた施術をしています。疲れてるから癒されたい、腰が最近痛いといったことなど幅広くサポート、体験したことのない施術をお約束いたします。お問い合わせは名古屋市緑区リラクゼーションサロンのゴミで検索。リーグラッドはネットワークカメラシステム、ポップシステムの開発製造販売をしています。お見積もりから設置運用までワンスポットサポート、安心のセキュリティをお約束いたします。お問い合わせは D グラッドで検索。キウナ名古屋。はい、電話ゲストコーナーです。
本日は沖縄県那覇市首里鳥堀にございます中村製菓の中村森高さんです。こんばんは。こんばんは。大きかったです。ごめんなさい、ちょっと絞りましょうか。あ、こちらでやりました。はい、あ、すいません、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではすいません、自己紹介の方をお願いしてもよろしかったでしょうか。はい、沖縄県の那覇市首里鳥堀にある、そうですね、もう70年近いですかね、結構長いお菓子屋の3代目をやっています中村森高になります。森高と言いますか、ごめんなさい。はい、ありがとうございます。私も大変旧名古屋の方ではお世話になっておりまして、スポンサーさんに、いただいてました。ありがとうございます。いや、こちらこそ、本当ラジオ聞きましたって人が来ると本当嬉しくなっちゃうんですよね。ありがたいです、本当にそう言っていただくと、はい、私ども本当にこういったスポンサーさんということで、関わらさせていただいて本当に嬉しく思っております。本当ありがとうございます。楽しいです、はい、毎日が。ありがとうございます。で、私そうですね、那覇の方に行きますと、お店の方に寄らさせていただくんですけども、はい、なんといっても首里まんじゅう、はい、あれがですね、もう私やっぱりね、あれを買って、で実は車の中で食べる、もしくはホテルで食べるっていうのはルーティンになってるんですよ。ありがとうございます。で、あれ、あのまんじゅうと三品茶が合う。あ、美味しいですね。合うなと思いながらなんですけども、その首里まんじゅう、ちょっとご説明いただいてもよかったですか。首里まんじゅうはですね、うちの父が考案した酒蒸しまんじゅうでして、はい、なんて言ったらいいですかね、イーストまんじゅうって言っちゃっていいんですかね。イーストの力で、はい、生地を発酵させて、はい、すごい柔らかもちもちな食感を生み出すための、はい、なんか気泡みたいなものを、このイースト菌っていうのが作ってくれるんですけど、これに熱をかけることによってふわーっとしたおまんじゅうが出来上がるんですけど、はい、この力で冷めても柔らかいんですよ。そうですね、確かに、はい、結構こういうイーストまんじゅうっていろんなところにあって、はい、それだと冷めたら硬くなったりとか、はい、で逆に最初からそんなに、なんだろう、ちょっと団子とまんじゅうの間みたいな、結構しっかりしたおまんじゅうになったりするっていう、いろんな個性が出るおまんじゅうなんですけど、はい、うちはこの冷めても柔らかいを売りにしようということで、親父が試行錯誤して、で泡盛を入れたりとかいろんなことをして出来上がったのがこの首里まんじゅうですね。はい、あ、そうなんですね。はい、いや、でも青森の香りもするんですけど、もちろんアルコールは残ってないですよね。そうですね、もう熱はめちゃめちゃかかってるのと、はい、そもそも生地に対してアルコールが、お酒が少ないので、はい、全部熱で揮発してますね。ああ、なるほどなるほど。そうですよね、香りだけ残ってますよね。はい、そうですね、うん、あれがやはり、絶妙かなというふうに思ってるんですよ。ありがとうございます。香りを残しつつアルコールもちゃんと飛ばしてるというところがすごいなというふうに思ってるんですけども、はい、実は私もこの首里まんじゅう大好きなんですけども、今ですね、隣の隣にですね、いつも首里まんじゅうと他のおまんじゅうをセットで買っているものがいますので変わります。はい、いつも美味しく食べております味噌煮込み好きです。ありがとうございます、はい、お世話になっております。ありがとうございます。首里まんじゅうも本当に蒸したて美味しいですし、冷めても柔らかくて美味しいんですけれども、またね、はい、せっかくこうね、お店に行ったらやっぱり食べたいのはあんもちも。 ありがとうございます。ね、柔らかくてもちもちした感じがまたね、とてもなんかお店に来たなっていう感じがします。本当なんか不思議ですよね、なんかどこにでもありそうなお菓子なんですけど、結構海外だったり県外の方からもご注文があったりして、うん、なんかすごい、はい、海外ブラジルまで行きました一回。そうなんですか。ごめんなさい、嘘つきました、ハワイでした、ハワイでした。でもすごいじゃないですか。でも海外に本当に発送、というか冷凍でハワイに行ったんですよ。ブラジルはコンペンでした。でも実際に冷凍でハワイにですか。
はい、あのなんか結婚式か何かで配りたいってことで、はい、ハワイに発送したことが一度あるんですよ。ちゃんと無事に届いたんですか、ね、そりゃそうですよね。そうですね、無事届いたと思います。クレーム来てないんで。ああ、なんと海外からもご注文があるということで。そう、不思議なんですね。まあ、うちのじいちゃんがもともと作ってたんですよ、このあもち。もう死んじゃったんですけど、うん、じいちゃん。で、そこから受け継いで、なんですか、やり方とかも何も変えずにやってるつもりであるんですけど、うん、昔ながらの方法で、いろんなところから評価されてるのを見ると、なんか不思議な気持ちになるんですね。今ほら、お菓子って美味しいのいっぱいあるじゃないですか、コンビニとか行ったら。確かにありますけどもね。なんかきらびやかだったり、うん、安かったり、いっぱい入ってたりあるはずなんだけど、でもこれ愛されてるんだよなーって不思議な気持ちになりながらも、うん、やはりなんかじいちゃんすげーなーって思って、いろいろなお菓子を食べるんですけれども、やはり原点に戻りたくなるっていう気持ちとてもあると思います。ありがとうございます、はい、それぐらいの魅力があるということで、またね、首里饅頭あんもちもそうですし、あとね、やはりこう持って帰るのにはやっぱりちょっと日持ちするお菓子がいいなっていう時にもね、ありますよね、はい、いいお菓子が。そうですね、コンペンがもううちの看板ですね、はい、ですね。コンペンはね、やはりお土産にしても珍しいということだし、喜ばれますし、やはりこのね、首里のこうお菓子っていう感じがとてもします。ありがとうございます、ね、日持ちもしますしね、はい、そして中もこだわりがありますよね。はい、もう香りが一番大事なお菓子だと思ってるんで、作る直前に、はい、ごまとピーナッツを、うん、うちの釜で焙煎しちゃうんですね。あ、焙煎も実際にそちらで、はい、生のものを取り仕入れて、それを焙煎してってやるんで、香りがめちゃめちゃいいんですよ。なるほど、この香りのいい秘密は生から焙煎、お店で焙煎をするってことなんですね。はい、だからの香りがね、持って帰ってもなんかこの香ばしい、ね、深い香りがとても美味しいです。そう、なんですかね、うん、今の人たちの口にもしかしたら馴染みがないのかもしれないんですけど、ピーナッツ、ごまと、あと油類しか入ってないんですけど、うん、うちのコンペンを食べて味噌の味を感じた人が結構いらっしゃるらしくて。あ、確かに、実はですね、うん、私もこの会社にですね、お土産として持って行ったことがあるんですけれども、はい、そうなんですよね、味噌も入ってるって聞かれたことはあります。そうなんですよ、塩とか使ってないはずなんですけど、うん、なんでしょうね、このナッツ類がこう編み出すこの組み合わさってってことなんですかね。そう、不思議な、不思議な。でもね、やはり首里の伝統のお菓子という感じがいたしますしね、このなかなかこのこう沖縄県以外で食べることができないっていう、そういう貴重な感じもいたしますけれども。そうですね、うん、ですね、やっぱり一番いいのはやはりね、この確かに首里饅頭も美味しいですけれども、こうお土産にして持っていくにはね、やはりこう飛行機に持っていくには大変ですけれども、で、くんぺん出すと、ね、こう心配なく持っていけるというか、 日持ちもいたしますのでね、安心してお土産に届けられるというところはありますけれども ね、はい、またね、特にうちのコンペン、チチカカしにくいですからね。あチチカカ、そう、チチカカの説明をよろしくお願いします。いろんな県で聞いてらっしゃるのであですね、チチカカってのはですね、口の中の水分が取られてなんかもう口の上がなんか下からこの音がするんじゃないかっていうぐらいに乾燥するっていう意味なんですけど、うん、このチチカーカーをポジティブな意味で使ってるのって、うん、多分沖縄だけだと思うんですよ。なるほど、確かに、だいたい口が乾くっていう表現は、うん、美味しくない表現としてネガティブに使われがちなんですけど、タンナファクルーなんかもそうですけど、これでどういうお菓子、口がチーチーガーガーするお菓子確かにこう他の県の人から聞くと、なんか口の水分を奪われるってちょっとそれはって思う
いますよね。あのカープボーイさんのおっしゃってるクラッカーを水分なしで食べたらわかる多分もうちょっと上ですね、うん、もうちょっと持ってかれる感じですよね。吸うんですよね。あとカープボーイさんが本編うちのおじいあ本編クーペンですね、うちのおじいちゃんが元気だった、これわざわざバスに乗って買いに行けよって。あ、ありがとうございます。バスに乗って買いに行かれたってことでしょうね、きっと。うん、昔はあの那覇に行くと首里に行くっていう表現があって、あのなんですかね、ちょっといいところ行くわよみたいな表現でこの2つが使われることがあったんですけど、ね、そんな感じで愛していただけたんですかね、うん、と思うと、ね、そうですよね。こうなんです、特別な、ね、このこう那覇市以外のところから行くとやっぱり特別な感じはしますよね。お出かけっていう感じのところの表現でしょうね。まあ、私たちもね、名古屋からお邪魔して、いやありがとうございます。お邪魔して名古屋で手に入らないから、うん、ここでねすぐ食べたいっていうのがね、やっぱり思いがすごく出るんですよ。うん、ありがとうございます。ありますね。またね、この季節によってね、またいろいろなお菓子があるのも楽しみですよね。そうですね。もうね、春はいちご大福がありましたし。またね、今そうですね、これからお盆ということで忙しくなるんじゃないでしょうか。はい、お盆も沖縄のお菓子一番大きな行事なんですけど、はい、そうですね、さっき話題に挙げていただきましたあん餅の他に、はい、こういう行事の時だけ出る特別なお餅がありまして。あ、はい、そうなんですか。はい、今年はあん餅と黒糖餅のラインナップになるんですけど、はい、さっき僕じいちゃん褒めちぎったじゃないですか、うん、はい、じいちゃんの時期の黒糖餅ってめちゃめちゃ不人気な商品だったんですよ。あ、そうなんですか。今私黒糖の餅って聞いた時にわー食べたいって思いましたけど、すごい音の響きですし、はい、味も美味しそうな感じするじゃないですか、うんうん、美味しそうな感じします。健康にも良さそうですし、はい、なんですけどなぜかじいちゃんの時代にめちゃめちゃこの餅が不人気で売れなかったんですよ。で、じいちゃんから僕が引き継いだ後にいろいろ試行錯誤して、最近人気が復調しつつあるお餅ですので、もしお盆の時期にお餅買いたいなって時に中村製菓を選んでいただいた場合にはぜひ黒糖餅をね食べていただきたい。あ、季節のお菓子ということでね、うん、黒糖餅いいですね。お供え物にも最適ですよね。はい、はい、ということでですね、はい、一人ですね、どうしても話したが合ってるのですごいもう終わりの時間に王子に来るね、うん、まあ喋りたい、もうないね、名古屋は栄養コーダー吹っ飛ばすぐらいで喋りますよ、うん、パートさん お久しぶりでございます。お久しぶりです。いつも楽しく聞いてます。いや、ありがとうございます。まあ、これからですよ。これから王子の時間ですから。おだまり。はい。パツさんが作るね、お菓子の中で、ちょっとこう、塩味が効いてるようなお菓子っていうのはございますか？僕が作るの中で塩味だと、ジーマーミープリンですかね。うん。いいですね。はい、ジーマーミー豆腐って言って、ピーナッツの、うん、はい、豆腐があるんですけど、これのちょっと西洋アレンジのやつでジーマーミープリンっていうのを昔作って、多分皆さん食べたことあると思うんですけど、はい、いただきました。あれが一瞬だけ気の迷いで塩ジーマーミー豆腐、あ、塩ジーマーミープリン作ったんですよ。塩系のお菓子が流行った時に、うんうん、いやめちゃめちゃ美味しかったんですけど、2種類ラインナップしないとこれ分かんないねってことになって消えちゃったんですけど。ああ、そういうことなんですね。今日はね、皆様ね、聞いていただいたらね、リスナーの皆さんもよくわかると思うんですけども、もう最近王子ね、汗が止まらないんですよね。で、汗が止まらなくて、まあまあ王子のですね、まあ、この直接の汗ではいけませんけども、こう精製していただいたですね、ちょっとこう塩味の効いたものをパラパラっと振りかけていただけるとね、あ、なるほど。で、今ふっとね、そう思った時に、あ、ちょっと塩味が効いたようなお菓子があると、なんか夏でも食べやすいんじゃないかな。特にその今ジーマミー豆腐ですね、あ、プリンですね、は美味しくいただきましたんで、はい、うん、だから今パチさんの言われたような塩気があるものもなんか王子すごく食べたくなっちゃいましたね。
あ、なるほど。王子、滑ってます。うん、決して私の滑ってるじゃなくして、直接ね、王子の脇汗とかをね、額の汗を使ってっていうわけではございませんよ。ただなるほど、お引き取りください。そういうことを考えながらというふうに思ったときに、あ、ちょっと塩味が効いてるとね、あ、なんかこう夏場でも美味しくいただけるんじゃないかなっていうのを考えましたので、お黙り、うん、ということでちょっとこうお話をさせていただけたんですけども、お黙り。なるほど。そしたら今ね、パチさんからいいお話が、ね、聞けましたので、その、お塩のそのでジーマミプリンもあったよということでね、はい、うん、またなんかそういうお話を聞くとね、王子も食べたくなっちゃいますね、本当に。お黙り。あれあれ、うん、いつものパスタなんで、ちょっともうちょっと話題を広げてくれて乗ってくれるのかなと思ったんですけども、いやー、どっちしようかなと思いまして、お菓子をの方向で広げようか、王子の低ナトリウム結晶の方で心配しようか、すごく今悩んでまして。ああ、そうですか。まあ期間限定でですね、はい、ネーミングもですね、期間限定ということでね、王子プリンっていうようなね、王子の塩プリンぐらいの感じでね、うん、あ、王子のソルトプリンでいいかな。あ、王子滑ってます。ちょっとね、横文字でいくのね、王子のソルトプリン、こんな感じでね、うん、こう話題性を持ってやっていただけるとね、もしかしたらね、購入される方もいらっしゃるんじゃないのかなって。お黙り、お黙り。そうですね、どうしようかな、クレームブリュレに行ったらバーナーで炙るから衛生的にちょっと勘違いされたりしないかな。タコモさんから食品衛生法上王子の塩はアウトですということで。あ、そうなの。そうなんですよ。そうなの。まあ、だからすごい雑菌が多いんですよね。沖縄大好きさんも王子の塩が効きすぎて中村さん困ってるやんって。ただそれはこのイメージとしてですよ。だから、ね、決して王子のものを使っていただかなくても結構でございますんで。何ですかそれ。うん、そういうちょっと塩の効いたね、ものを食べたくなったなっていう今お話をしたんですけども、うん、ただもうずうずうしいことに必ず王子もういいかな。もう終わりです。もう、はい、もう、はい、まだいやいや、もう始まったばかりなんだけど、これ以上いいです。いいの。あ、もう結構です。あ、そうなの。はい、せっかくですので、すいません、なんか話が随分それてしまったんですけれども、例えば注文の時の連絡ですとか、あとお店の場所の説明などもう一度お願いできますでしょうか。あ、そうですね、はい、さっき話したお盆なんですけど、はい、来ていただいたら売る分もちゃんと用意はするんですけど、はい、最近結構この比率がなんかミスりやすいというか、思った以上に店に来てほしいって言ってくださるお客様が結構増えまして、はい、注文予約をしないと買えない場合が結構増えてきてるので、あれですね、電話でご注文いただいた方がいいと思いますので、うん、はい、今からちょっと言いますね。はい、電話番号お願いいたします。はい、電話番号が098-884-5901で、5ベルぐらいしないとなぜかうちの電話が鳴らないっていうわけのわからない設定になってるので、あれ取らねえなーって思うのにちょっと待ってみてください。呼び出しはちょっと長めに、はい、はい、長いんですよ。で、場所ですけど、はい、モノレール首里駅から徒歩5分の距離位置にありまして、はい、住所行くよりも多分琉球銀行首里支店さんの向かいって考えた方が分かりやすいと思いますので、琉球銀行首里支店ってカーナビに打ったりとかスマホで検索していただいて、そこに来たらもう目の前に中村製菓ってなんかちょっと古びた建物がありますので、はい、ちょうどこちらの方に、はい、ちょうど琉銀の那覇支店の目の前にですね、建物にコインパーキングがありまして、はい、まあ、そこに止めていただいていただければいいのかなと思いますね。はい、でちょっと隣の隣ぐらいに最近大きなコインパーキングもできましたので。そうですね、はい、駐車はできる場所かなとは思っております。そうですね、はい、埼玉の子さん、那覇支店からじゃなくて首里支店からお願いします。多分那覇支店って雲字になるのかな。ちょっと、ああ、そうですね。本店になっちゃいますね。本店ですよね、きっとね。今あそこ今建て替えやってますもんね、確か。そうなんですか。龍銀の本店は。龍銀詳しい。ね、はい、はい。ということで、はい、すみません、お時間となりました。あら、残念。え、
まあ、あのこの、うん、まあ、隣の男はがちょっと時間引っ張りましたけど申し訳ございませんでした。引っ張ったこれまだあのねあのパズさんとおしゃべりするまだまだ序幕でございましたんで、うん、まだどんどん、いやもうあの沖縄式さんからイエローカード1枚出てますので、はい、もう終了となりますもう終了ですよ。あ、そうでございますか。はい、中村さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。楽しかったです。またあのお邪魔いたします。はい、よろしくお願いします。はい、本日は、中村製菓の中村さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。今夜も元気にこんばんは。こんばんは。みんなの沖縄 T シャツパパヤです。ありがとうございます。最近全然雨が降らなくて毎日が洗濯日和ですね。庭のピーマンとトマトが暑すぎて花も咲かなくなりました。暑いと咲かないんですね。してテーマ洗濯。一人暮らしを始めたばかりの頃、駅近なのに6畳一間の3万円の安アパートに住んでました。3万円、6畳一間3万円、若い女性の一人暮らしということで比較的安全そうな2階の一番奥の部屋になったんですが、洗濯物泥棒いましたね。2階でも2階の窓側に干してるから大丈夫だと思うじゃないですか。そのアパート、洗濯機をドアの外に置くタイプで、なんと洗濯している最中の下着を取られたんですよ。そんなびしゃびしゃの下着住んでどうすんねんっていうことで、まあね、まあ、目をつけてるんでしょうね。女性が住んでるっていうのが分かってて、いやですね、でも通り込んで動いてるところ、ね、まあ多分ね、まあ動いて止まったところ是が非でも取りたいって人ですよね。動いてる途中に途中で止めて持てちゃうってことかな。多分そうなんでしょうね。まあね、ぐるぐる回ってても手突っ込んじゃうってことですよね。うわすごい、それ執念ですよね。いや、干してるものだけじゃなくて、まあ、そこまで洗濯機から、うん、取っていくっていう、うん、それはなかなかですね。思い入れがありすぎちゃうね、その人ね。いやすごいですね。すごい人がいっぱいいますね。執念ですね。うん、はい、はい、続いてですね、はい、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです。はい、ありがとうございます。ダンサーさん、みそさん、王子、こんばん、名古屋、名古屋。テーマ洗濯。洗濯ということで、僕も仕事で結構汗をかいたりするので、気づくと洋服の汗の匂いがすごいんです。あ、乾くとねすごくなるよね。なのでしっかり洗剤と柔軟剤を入れて洗濯機回していますということでございます、ね、なんか、ね、匂いつくとあれだからね、ガン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 回しちゃいそうだよね、いろんなもん入れて。でも今だいぶ性能がいろいろ良くなって、なんか香りもだし、生乾き臭も随分ね、うん、改善されましたよね。洗剤もあれなんでしょうね、あのいい匂いがね、うん、ずっと持続するような感じになってますよね。はい、そして、うん、じゃあ名古屋栄養いきますか。はい、はいはい、名古屋は栄養コーナーですけれども、はい、今日は何か報告が。そうですね、うん、先ほどもですね、提供クレジットの中でご紹介させていただきました、はい、名古屋市港区にあります、はい、JTA 様がですね、うん、新たに旧名古屋スポンサーさんとなっていただきました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがたいですね。パチパチパチ、ありがとうございます、まあ、JTA さんなんですけども、はい、まあ、貿易コンサル業とかですね、うんうん、はい、あと海外引っ越しを得意とされてまして、う
まあ、私もあのお話をいろいろさせていただいたんですけども、あ、カープブさんのそっちじゃないそっちじゃないんですね、うん、はい、そっちじゃないんですね、貿易関係の JT さんになっておりまして、まあ実はそのまあいろいろお話をさせていただきますと、そのね、韓国から荷物を入れて、うんうん、でなんかそのイベントがあったんですかね、なんかイベントがあって、うんうん、韓国からそのイベント向けのまあ大型の荷物ですね、うん、機材関係を入れて、うんうん、でイベント終わってすぐあの韓国に送り返したっていうようなこともやったり、うん、であとあの引っ越しもそういうなんでしょう、小口というかなんていうんですか、結構大掛かりな引っ越し、うんうん、もう本当マンションにあるようなもの家財全部一式コンテナに入れて海外に送っちゃうという、うんうん、この間のお話だと高級な家具とか、うん、そういったものをね扱われてるっていうのを聞きましたんで、はい、でまた日本の木材ですね、はい、杉とかヒノキとかというものを、うん、アメリカなんかにも送ってらっしゃるというのを聞きましたんで、うん、まあ、逆輸入パターンですかね、うんうん、そういったことも積極的にやられててね、幅広くこの貿易に関することを、うん、ね、やられてるっていうのをお聞きしましたんで、皆様ね、ご利用していただきたいなと思います、うん、はい、で今まだですね、今 CM の方がまだ出来上がってないんですけども、はい、近日中に、うん、はい、お届けできるかと思っております、うん、はい、ということなんですね、はい、いえ、まあ、ぜひですね、また、いずれですね、JTR さんの方にも電話ゲストとして、うん、そうですね、はい、ご参加いただこうかなと思っておりますので、またその時はまた詳しくご紹介させていただければと思います、はい、はいはい、ということで、はいはいはい、名古屋は栄養のコーナーでした、はい、メールご紹介します、はい、ダンサーズさん、王子さん、味噌煮込みスキーさん、キウナゴヤリスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。ツインクルちゃんです。ありがとうございます。テーマ、洗濯。洗濯物を干せるようになったのは中学生の時です。当時から洗濯物をよく干してた気がします。今では毎週土曜日に干してます。あと洗濯機の中に洗濯物を入れて回せますということです。おう、はい、王子、ツインクルちゃんはね、うん、お若いんですよ、うん、あ、ということであまり突っ込まない方がいいんじゃないですか。そうだね、突っ込まない方がいいかもしれないね、王子、うん、ね、でも、うん、ね、洗濯物干すって、うん、やっぱり子供の時お母さんの手伝いですると思うんですけど、うんうんうん、やっぱり干し方の流儀って各家庭いろいろあるじゃないですか。違います、ね、うん、やっぱりそのお母さんの干し方を見習ってやったりするので、うん、ね、やっぱりそのこうなんていう、あと干すときに身長も必要ですよね、この背の高さ。だからやっぱり中学生ぐらいの時だときちんと干せたりするのかなって、うん、小学生の時はちょっと乾いたものは畳むっていう作業が多いじゃないですか、お母さんとか、ね、うん、で干すのはなんかこう靴下とかちょっと小物から始めたりしますよね、うんうんうん、ねえ、まあ、靴下というとね、はい、まあ、王子の靴下もね、誰も洗いたがらないっていうね、うんうん、あれでもどうしてるんですか、普段、うん、自分でやってるんですか。だいたいお風呂に持っててキュッキュッと足で踏んでますけど、あまりの匂いのね、靴下にみんなびっくりするらしいですね、うんうん、もう匂いがこもっちゃってて大変っていう。あ、だからお一人で、うん、そうですね、だからシャンプー頭洗いながらその泡でキュッキュッってやっていることが多いですね。でその後また洗濯物が、うん、いろいろこうね、また一緒に洗っていただけるように、そうかそうか、下洗いするんですね。そういうことでございます、うん、確かにそれはでも靴下は下は、うん、に下洗いした方がいい、誰も触りたがらないっていう。あ、え、脱いだそのままではダメですか。なんかあれですか、トングで扱ってるとか。あ、それもいい考えですね。いい考えですね、は
なんか昔なんか物議を醸し出しましたよね、旦那さんのパンツをなんか箸でつまむっていうね、なんかそういうのがありかなしかで結構議論になったこともありましたけどね、大衆きつくなりますからね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、王子ダンサーさん、みそにこみすきさん、こんばん名古屋、名古屋、ラジオネームたかぼです。ありがとうございます。東京でも体験したのですが、コインランドリーで洗濯機の側面に洗剤不要ですと書かれたシールが貼られていました、うん、最初ははと思っていたら、コインランドリーの店内の壁に水素イオン〇〇〇習得のようなことが貼ってありました、そんなんで綺麗になるなら SDGs よねって。 SDGs ね、はい、推進、王子の汚れた心も水素イオンで綺麗になればいいんだよ。あの王子ね、王子まだ汚れてないんだよね。うん、汚れてはないんだけど、まあ、ある意味王子ピュアですよね。そうなの、ね、本当に。まあ空気読めないけどね。空気読めない。まあそれがいいということでしていきましょうね。でカープボーイさんが偉いな、中学生から洗濯始めて、洗濯したのって多分二十歳くらいだろうな、一人暮らしした時にってカープボーイさんが言ってます。ね。はい、はい、じゃあメール紹介します。はい、ジェニカタ警部さんからです。ありがとうございま す。本日のテーマ洗濯ですが、今月に入り先月とは違い洗濯物の量が多くなりました。なるほど、うんうん、あまりの暑さのために日中の仕事は替えの T シャツやタオル持参だけしているだけではなく、今月からは先月30日に那覇マラソンにエントリーしたので1日から久しぶりにジョギングしました。マラソンする際の T シャツもつけるので洗濯物が増えました。那覇マラソン初完走を目指してリベンジですということです。おお、で今あれですね、那覇マラソンのためのトレーニングのためにこう洗濯物が増えてるよってことですよね。大丈夫ですかこの暑さで。そうだよね、ねえ、まあ、気をつけてね、水分取りながら休憩しながら、まあ、練習してくださいね。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、旧名古屋の皆さんこんばんは、岐阜の9人のバーバーです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のゲストの中村聖香さんは私の出身の首里にあるお店と聞いて、勝手に親近感を持っています。いや、いいですよ。いや、いいですよ。首里中学に通っていたので中村聖香さんのお店の近くが、通学路でしたが、お店の前の通りは、めったに通ることはなかったですね。数ヶ月前に法事のお返しで中村聖香さんの薫品をいただいたのですが、とても美味しくて後を引く味でした。ごまとピーナッツバターをベースにしたあんの入った薫品は昔食べた薫品よりはるかに美味しくてすぐにファンになってしまいました。そうだね。青森を練り込み、月桃に包まれた首里饅頭も気になっています。機械を使ってお店に伺ってみたいです、ぜひぜひね、お店に、やっぱりね、この蒸したてのね、ほかほかのね、美味しいんですよ、もちろんね、冷凍でまたね、発送して冷凍でまた蒸し直してっていうのもいいんですけれども、やっぱりお店に行ったらお店で、ね、あの蒸し器から、あったかいのをね、そう、あの蒸し器から湯気がぶわーって出てきた饅頭、をいただくのがいいですね。あのね、ゲットーのね、はい、葉っぱに包まれていい香りがします。いやー食べたいわ、はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、ダンサーさん、みそさん、どこかのマスクちゃん、どこかのマスクちゃん、まあ、王子のことだろうね、はい、リスナーの皆さんこんばんは。私です。埼玉のゴーです。ジャパン、お久しぶりに来てましたね。洗濯物を干したり畳んだりは好きですよ。親が共働きだったので小学生の頃から洗濯物を取り込んで畳んでいました。結婚してからも今もずっと休みの日や仕事から帰ってきたら、子供たちの体操服も一緒に洗濯を回して干すのも、します。平日は毎日、あらまあ、素晴らしい。洗濯は苦手ってお父さんもいますよね。他の家事をやればいいんですよ。僕は料理だけできませんということでございます。でもここまでできればね、もういろんなことを本当にできるパパだよね。
あ、そっかそっか、うん、でも料理は得意じゃないから洗濯の担当なんです ね、うん、あ、でもいいですよね、そうやって得意な分野で ね、奥様を手伝っていただけると。そうでございますね、うん、まあ、王子の場合はですね、はい、下手に手を出すなと言われてますので。あれ、そうなの。はい、なんか問題起きるんですか。いや、問題が起きるというよりですね、やっぱり、ね、あれなかなか、なんか嫌みたいですね、うん、あ、でもそういう方もいらっしゃいますね、うん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 、そうか、うん、なんかこう王子に触ってほしくないよね。あ、それかもしれない。あ、そうなの。やっぱ滑り菌が嫌。え、そっちなのっていうよりかですね、多分あれですね、うん、お妃様のこだわりがお強いんでしょうかね、うんうん、よくですね、はい、最近もですね、まあ、王子の顔を見てですね、はい、その羊たちがね、うん、やけに王子顔がベタベタしてるよと、はい、ベタベタしてるその顔を手でねこう触って、うん、他のものを触るなと、うん、これしょうがないよね。王子の生まれ持ったこのね、このなんていうのかな、この化粧水と同じですよね、このね。いや、でも王子の顔のベタベタと化粧水は一緒じゃないと思うな。それぐらいもう脂っこさがあってね、潤いがあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、埼玉の郷さんがベタオって感じ。ベタオってベタオなんか、あ、あと味出しチャーハンを作ったつわものです。そうか、やっぱりじゃあ洗濯の方がね、よろしいかと思いますね、うん、まあそうでしょうね、うん、ね、うん、だからまあ各家ってね、いろいろこうルールじゃないですけども、はい、ね、なんかあるじゃないですか。まあありますけど ね、浸透率ゼロって。そうですよ、そう、化粧水ってこう肌に浸透するけど、うん、王子のベタベタ浸透しなそうだもん。なんかいろんなもん弾くんじゃない。弾き飛ばすのね。そういう弾くのね。あ、撥水効果ですね。あ、これまた違う意味でいいですよね。撥水効果があるっていうのは。ね、あ、税理士法人ベシタックス様、はい、はい、山中智文さん、ありがとうございます。はい、こんばん、成果。おだまり。いいね、いいね。ちょっと、そうそう、いきなりそれ。いいね。で、王子が作るチャーハンは味濃いめ、油多め。あ、でもそんな感じですよ。はい、ね、中国人の方が本場のね、作ってる YouTube なんか見ると、うん、油すごいですもんね。ああ、うん、でもやっぱり、しっかり入れた方がパラパラになって美味しいってことでしょうか ね、うん、ね、うん、で、その油もね、なんか、ご自分で精製して作ってるような油。なんかみたいなんですよ。それが植物性なのか動物性かわからないですけども、うんうん、こう市販のものではないような感じでね、炒めてらっしゃいますんで、なんかすごく美味しそうだなと思うんですけど、はい、まあ、王子の場合はね、やってる間にね、はい、かなり汗が落ちるからね。あ、ということは何、入っちゃうということ。それは入りますよ。これはもう塩分控えめなきゃできませんよ。お引き取りください。はい、安さやかさん、はい、リテールクリエイト社会保険労務士法人、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、スポンサーさんでございます、はい、おだまり今から聞いてますということで。あ、もう聞いた瞬間におだまりだったんだよね。ああ、そうそうそう、山中さんのところでから聞き始めたんですかね。はい、でもびっくりしちゃうよ本当に。で、埼玉の郷さんが、王子の作るチャーハンはパラパラしすぎて、はい、鉄鍋から滑るんですよねって。パラパラしすぎてご飯粒が逃げちゃうんですよ。あ、でもなんか美味しそうじゃない、それ逆に。いやいや、だからパラパラしてる、パラパラの方がね、美味しいかな。飛び散っちゃうってことですよ。だからパラパラがいいじゃないですか。だから飛び散っちゃうんですよ。飛び散っちゃうの。はい、それは何、あの王子の汗が。お引き取りください。というところでエンディングでございます。あれ、もうエンディングなの、はい、早いわね。はい、エンディングです。来週のテーマは麺類。来週のテーマは麺類です。麺類といえば沖縄そば、和そば、そうじゃなくてラーメンなどなど、皆様の麺類エピソードをお寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです、グランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい
那覇市長田おやつと軽食の店夢屋、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、貿易コンサルタント海外引越し取引代行は名古屋港区 JTA、 ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございます。ワッチーさん、なぜかチャーハンが食べたくなってきたって。そうだよね、だいたいこういう、ね、うん、話してると、はい、結構そんなもんですよ。なんか食べたくなるなっていうね。で、山中さんがすみません、王子がパラパラダンスしている姿想像してしまいました。パラパラ古いね古いね、年代感じますけどね、うん、そうパラパラが分かるっていうのがまた ね、 ね、うん、そこで共感しちゃう王子も王子ですね。はい、ということで、はい、閉店。声が裏返ってるよ、今日頑張ったのよ。はい、本日もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。今日の最後のあれ閉店良かったでしょ。いやシャウトしてるわけじゃないけど、あの裏声入っちゃってなんか引っかかったよ、ね、なかなかないよ、なんか中途半端な感じだったよ。え、そうなの、うん、ちょっといい感じで行こうと思ったらもう終わったからね。そうガラガラなかったからさ、ガラガラできなかったじゃん結局、うん、まあガラガラなしで、ね、裏返ってるよって言うのということでございます、はい、来週は麺類です。はい、はい、あ、汁まんじゅうが食べたいです、今。あ、そちらですかラーメンチャーハン、汁まんじゅうチャーラーで、チャーラーチャーラーいいかもしれないですね。はい、はいはい、来週も聞いてください。はい、ありがとうございます。また来週です。